帝王切開をした場合って、子供の、感染症のリスクが下がるんですよね。要は、子宮口の、産道を通るために、子供の、赤ちゃんの頭蓋骨って変形するようになってるんですけど、で、頭蓋骨を変形させて、無理やりずるずる引っ張るので、そこで擦れたりして、感染したりして、その感染症になる場合があるんですよ。自然分娩した赤ちゃんって。でも、帝王切開の場合って、そのリスクがないので、実は帝王切開の方が安全っていうのもあるんですよね。ただ、一回帝王切開で切っちゃうと、その傷跡自体が、ちょっと薄くなってしまったりとか、切れやすくなるので、二回目とかでももう帝王切開になんなきゃいけないよねっていうのがあって、なので、もう自然分娩できなくなりますっていうのはあるんですけど、でも別に自然分娩しなくてよくねって思うんですけど、なんで自然分娩したがるんですかね。なんか、日本の場合って、その陣痛の時になんか痛い思いをして、子供を産むのが90何パーセントとかで、で、フランスの場合って、無痛分娩と言われる、硬膜外麻酔、背骨のところに、なんかでっかい注射ぶち込んで、痛みをあんまり感じないようにして出産するっていうのが、9割なんですよね。だって、痛い思いするの嫌でしょっていう、わざわざ痛い思いをしたい方はお好きにどうぞと。ただ別に硬膜外麻酔も無料なので、痛い思いしての出産と痛くない出産どちらがいいですかっていうと、まあ多くの人は痛くない出産選ぶんですよ。なぜなら子供を産んだ後は子育てが待ってるから。いや、子供を産みました。もう全身の体力使い果たしましたって言って、で、その後なんかまあ1週間とかゴロゴロして休んでられるんだらいいんですけど、もう、全身体力使いました。はい、子供生まれました。はい、これから子育てスタートですっていうのは、産んだ瞬間から始まるわけじゃないですか。なので、体力を温存した方がいいよね。だから、痛い思いをして苦労してもしょうがないよねっていうのがあって、フランスは無痛分娩が保険適用で当たり前なんですよ。でも、日本の場合って、残念ながら、産婦人科医に嘘つきが多いんですよね。じゃあ、なんでフランスが無痛分娩ができるようになったかっていうと、フランスの産婦人科って必ず麻酔科がついてるんですよ。いや、麻酔科医がいないと硬膜外麻酔ができないんですよ。で、日本の産婦人科医で産婦人科って麻酔科医がいない産婦人科は自然分娩がいいのよね。痛みを覚えるのが本当の出産だよねとか嘘をつくんですよ。本当の理由は麻酔科医がいないからうちの場合病院では麻酔を打つことができませんなんですよ。でもそれを言うと、設備のない病院で産みたくないみたいなことになって、嫌がられるのが嫌だから嘘をつくんですよ。っていうので、僕はだから日本の人たちって、まあ女性が、まあ、痛いの好きでみんなやってるんだと思うんですけど、なんか自然分娩選んでる人って、騙されてやってるのに、で、騙された嘘を、さらに他の女性に広めてるわけじゃないですか。なんか、デマを一生懸命広げて、いや、痛い思いした方がいいんだよ、みたいな。いやいや、痛い思いするの何のメリットもないよ。で、なんか痛みがないと子供に対する愛情がないみたいなこと言うんですけど、帝王切開で生まれてる方いっぱいいらっしゃいますけど、じゃあ、帝王切開で生まれた人と自然分娩で産んだ人、見分けつきます？愛情がないんだったら見分けつくわけじゃないですか。この人はだって帝王切開だから愛情のない育ち方をしたから愛がないはずだ、みたいな。でも誰もわかんないじゃないですか。帝王切開で生まれてるかどうかとか、自然分娩かどうか。だから別に愛情と帝王切開とか全く関係ないんですよ。でもそういうデマを言って、なんか自然分娩良くないよね、みたいなことを、子供を産む女性側がそのデマをノリノリで広めてるのかよくわかんないですよね。だからなんか産婦人科医が単に自分のところでできねえからできねえって言えばいいのに、なんかそれもどうかなと思うんですけど、まあそういうわけなので、帝王切開で全然いいんじゃないかなと僕は思います。はい。